こんにちは。海鮮整骨院の加藤正樹です。今回はもう暖かくなってきたので、肌を露出する機会が増えてきたと思います。そこで、美肌を手に入れる体操をご紹介したいと思います。それでは一度やってみますので、見てください。まず、立て膝をついてください。で、膝を腰の幅ぐらいに開いてください。で、ここで手を前を大きく取るようにして、耳の横までくるまで上げます。で、ここで手のひらを外に向けて、外に開いていきます。ここで引っかかるところが出てきますので、引っかかるところが来たら止めてください。で、ここで片方ずつ手を手首の方向に伸ばしていってください。このようにですね。これを数回行ってください。数回行えば、次は反対の腕を行います。と次は少し下ろしていきます。そうするとまた引っかかるところがありますので、それはまた止めていただいて、先ほどと同じように片方ずつ伸ばしていきます。反対の腕につけます。手を下ろしていきます。下ろすと一呼吸置いて力を抜いてください。で、この体操は胸椎の可動域を良くする、特に胸椎の5番ですね、胸椎の5番の可動域を良くする体操になります。で、胸椎の5番というのは発汗のに関係のある背骨なんで、ここの可動域が良くなると汗をよくかくようになります。また胸椎の可動域が良くなると腎臓のへの負担も軽くなりますので、腎臓が活発に働いて働いていきます。そうすると腎臓が活発になると汗をよくかくようになるので、胸椎5番との合わせ技でより汗をかけるようになります。で、汗をかくようになると毛穴や汗腺の汚れの野老廃物を洗い流すことができますので、お肌もツヤツヤスベスベになることができます。それでは皆さんも一度お試しください。それでは皆さん、来週さようなら。